はい、イタリアンバイク研究所としと申します。今日はですね、愛知の方からバイク友達がね、大阪のね、藤原タイヤさんの方までタイヤ交換に来るということで、前からね、来んねやったら一緒に走ろうかということになってたんですが、2日ほど前までね、降水確率 80% ぐらいで、多分延期になるかなと思ってたところを、なんとか持ちこたえまして、降水確率 30% ぐらいなんでね、いけるかなということで、今からね、藤原タイヤさんの方で待ち合わせして走りに行くんですけども、ちょうどね、先週僕このワークマンのイージスっていうシリーズですね、冬の防寒ウェアというか、これをですね、購入しました。僕の小中の時のね、友人がワークマンを自分でね、経営してまして、こんなん入るけどいるかって言ってね、半ば強制的に取り置きしとくわということで買いました。で、もしあれやったらレビューとかしていいよって言ったんですけども服のレビューあんまりしたことないんでね、今日の動画がレビュー代わりということで、降水確率 30% なんでね、もし降った時の防水性能とかもね、途中お話できたらと思うんですが、雨が降らないに越したことないんでね、とりあえず走っていきたいと思います。と言ったら友達が通った。なんといいタイミング、愛知県から来る友達がちょうど前を通りました。追いかけろ。ナイスタイミング行こうか、こっからもこの道通ると思ってなかったじゃあ行きましょうか。ほらい、素晴らしいタイミングです。ご覧のように彼が乗ってるのはドカティモンスター796ですね。後でね、しっかりと話聞こうと思うんですが、めちゃくちゃ運転うまいんですよ彼。僕の周りにいてる人の中でね、最も行動でね、バイクをバンクできる男っていうことで、タイヤの端っこまでね使い切る男でございます。とりあえず走っていきたいと思います。お店の予約時間が確か11時って言ってたんで、少しね余裕があるので、いつもの道の駅でコーヒーでもね飲んでから行こうかなと今思いました。ちょっと一服してもらってからね行きましょう。ちょっと時間余裕あるコーヒーでも飲もうかな。こっから10分ぐらいかな、10分15分ぐらいかな。うん、これやな。改めてここまで使える人他に知りませんこれが新しくなるの気持ちいいやろな。行きましょうか。タイヤはディアブロロッソ2からの交換だそうです。新しく入れるタイヤ、何に変えたかは後のお楽しみということで向かいたいと思います。はい、11時ジャストギリギリ、俺がコーヒー誘ったばかりにギリギリになってしまいました、ごめんね。到着11時ジャスト、よかった。ギリギリセーフ遅刻仕掛けだな。あ、ちょっと空が明るくなったかな。微妙は微妙やけどねえ、まあ、俺はええねんけど、このピカピカが怖いじゃあ行きましょうか。この超小雨はい、付き合いでいこう。ありがとうございました。よっ、ではでは、堀のバーガーさんに
向かいたいと思います。はい、ここから水越峠、路面気になるやろな。ちなみにですね、新しく王くんがね入れたタイヤが、ミシュランのパイロットパワー 2CT ということで、僕のタイヤと同じやつですね。ピレリからのね、履き替えなんですね。初ミシュランということなんで、どういう感想なのかね、後でちょっと聞いてみたいと思います。入れたてのタイヤ光ってる。2000キロほど走ったらこうなります。ほんならちょっと乗らせてもらいます。796、久しぶりに。これも存分に味わってください。俺が乗ったのと違うのは、テルミのスリッポンが入ってます。そしてスプロケの調数が違うねんな。ですね。うん、オッケー。じゃあちょっと乗らせていただきます。久しぶりやな、796の1年ぶりぐらいかも。ではモンスター796テルミスリップオンバージョン運転させてもらいます。スプロケの調数が前が1個少なくして後ろが3つ多くしてるんやったかな。ということでかなり加速型に振ってあるそうです。それがどういう乗り味になるのかは。よっしゃ、行ってみよう。あ、ほんまだ、ほんまや。下のトルクが非常にのぶとい、そんな気がします。確かに加速重視、わかる。この王さんのモンスター796は、名古屋のね、ディライブさんの方で購入されたそうです。なので、バックステップもディライブさんのバックステップが入ってたり、プロケの調数とかも、ディライブさんのおすすめって言ったかな、確か。そういうディライトカスタムですね。このモンスターというバイクだけはね、いつ乗っても楽しい。うん、やっぱモンスターは常に1台手元に欲しいなって思っちゃう、そういうバイクです。いいなこれ手が分厚い。あ、厚い。ちょっと排気量の差があるかもしれない。楽しい、やっぱりモンスターは楽しい。この796のエンジンはですね、いい意味で程よいんですね。低回転時も高回転時もマイルドっていう、ね、表現を何度かしたことあるんだけど、言い方変えたらちょっとしっとりした感じ、非常にね扱いやすい。やっぱりいいなモンスター796。いきなりいきなりしてるんですよ僕って。初め乗ったのがモンスター800で、その後に乗ったのがハイパーモタル796。これ基本的にエンジン一緒です。そして DS エンジンのモンスター S2R 製に乗って、あまりに過激すぎるからっていう風に思ったんでモンスター796に乗って、そして今ハイパーモタル 1100S また DS エンジンに乗ってるんでね。で乗ったら乗ったで、この間乗せてもらったスクランブラーもそうですけども、この800のねエンジン恋しくなるんですよ。不思議なもんです。本当にね、言ってることがコロコロ変わる。自分でもよっ。うるさいなすげえこのスリップオンの音量が。あ、確かにトルクはハイパーモタードの方が分厚いですね。確かに。
最高や。はい、やっぱねモンスターは、最高ですと今感じております。はい、間もなく王さんとお別れですね。愛知の方からねわざわざ大阪の富田林までタイヤ交換に来てくれた王さん、そしてね、声かけてくれて一緒に走ることができました。もともとはですね僕の YouTube の動画の方にね、コメントをくれたことがきっかけで僕も同じ796を納車しましたっていうね、そういうコメントをくれたのがきっかけで走りに行ったのが最初ですね。今まで 3,4 回お会いしてるのかな。こういう、まあ、ご縁というかね、すごいありがたいというか嬉しいことです。はい、またね、一緒に走りたいと思います。ではでは気をつけてということでね、また名古屋の方もね、ポール師匠とか王さんとかね他にもたくさんバイク友達いますんでね走りに行きたいと思います。その時は皆さんよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではさよなら、さよなら、さよなら。